ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ名古屋より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただく車がアルファロメオジュリア GTAM 2022年式6100キロ、こちらの車両になります。さあ、というわけで外観に関しては東京店で一度 GTA をご紹介させていただいてますので、そちらでかなり詳しくご紹介してますので、そちらを見ていただけるといいんじゃないかなと。まあ、GTAM ですけど、まあ、いわば2代目の紹介になりますので、今回は概要だけサクサクっとご紹介させていただいて、なんと今回乗れるんですよね、土方さん。乗れますよ。はい、というわけで試乗メインでお届けしたいと思います。はい、でまずこちらのアルファロメオジュリア GTAM 世界限定500台の車になります。なんか日本は88台ぐらい入ってきてるみたいです。 GTA と GTAM 合わせてそのぐらい、まあ、100台に満たない車が、ただ日本が一番割り当てが多いそうです。でこちらの車、1965年の名車ジュリアスプリント GTA をモチーフにした、もうクレイジーなやつですね。そうですね。というわけで GT はもうそのままグランツーリズム、うん、A っていうのがアレッジェリータって言って軽量化、あーなるほど、イタリア語で軽量化を意味する A みたいです。そして M っていうのがモディファイドということで、純正改造車はというわけで、うん、外装から見ていきたいんですけど、カーボンバンパー、はい、カーボンボンネット、はいはい、カーボンフェンダー、うん、というわけで前全部カーボン、素晴らしい。そして空力に関してはこれザウバーエアロキットっていう外装になってくるんで、もう F1 でおなじみのザウバーの技術が入ってる、ちゃんと空力が考えられたこちらのエアロになってる。そしてこのリップに関してはドライカーボン製ですけど、なんと2段階で出したりができるっていう。そうですね、出しちゃうと、うん、あの保安基準的に NG らしいです、はい、というわけで、はい、サーキット専用ということですけども、その辺の調整もできると、はい、このボディ同色に塗ってるところも全部カーボンですからね。そうですよね。とてつもないですよ。他の車種で例えるのが、うん、まあ、いいのかどうか分からないですけど、メルセデスで言ったらブラックシリーズみたいな車って思っていただけるといいんじゃないかなと。そうです。そして足回りの方もうパッと見て様子がおかしいのが分かるんですけども、はい、世界で唯一のセダンでセンターロック採用だそうです、うん、ああそうなんですね。らしいですよ。確かにそう言われるとセダンでセンターロックの車って聞いたことないですよね、うんうん、ああなるほど、はい、というわけでセンターロック、はい、でこのホイールもえぐいっすね。えぐいっすね、うん、もう削りアメタンじゃないですか。そう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 、もはやアメタン。だから変えた感が出ない可能性もあるじゃないですか。なんかというわけでこの激細スポークのすごい流線的な、はいはい、でもデザインはほら GTA のずっと系譜をたどってて、そうですね、すごくいいと思いますね。アルファロメオ伝統のこの5ホールとかって言われますけど、はい、うん、このデザインをちょっとリメイクした感じのこちらのホイール、はい、当然単造ホイール、そうですね、20インチが装着されてると。かっこいい。であとタイヤの方が、本来ミシュランとの共同開発の、はい、カップ2コネクトっていうのを履いてるってことなんですけど、そうですね、今回ご入庫、した車は、はい、P0 に履き替えてると、うん、そうです。でよく見たらこれ ALP って入ってるんで、うん、はい、アルピナの認証タイヤにおそらく交換されてるんじゃないかなと。サイズ的にそうなったのかな、もしかするとそのオーナーの好みというか、そうですね、塗り味とかいうか、で、はい、いろんな僕レビュー、あの海外のレビューとか見たんですけど、はい、やっぱりロードノイズとか、うん、まあ、あとは走りの車なんで、うん、かなりそっちに振っちゃってるんで、はい、まあ、快適性を求めておそらく最初のオーナー様が交換されたんじゃないかな、うんうん、というわけで今回タイヤは交換されてるんで、はい、まあ、興味のある方は、うん、あの購入後カップ2コネクト購入されていただいてもいいんじゃないかなと。 そうですね、そしてですねフロントに265が入っているということで、はい、うん、トレッドが25ミリずつ、うん、合計、50ミリ、50ミリワイドになっているということで、うん、寸法の方が全長4660、全幅の方が1920ですよ、はい、すごいですそして前高のが1420ということで、うん、はい、こんな感じのフェンダーになっております、はい、そして外装色の方は今回ご紹介させていただいているのは GTA レッド、はいはい、ということでこれ一番多いですかね。お、そうですね、あ、なんか王道な感じですよね、はい、というわけで他にもモントリオールグリーンとかトリュフホワイトとかっていうのはあるんですけど、うん、はいはい、アルファロメオといえばこの赤かなと、うんうん、そしてあとは全体的に車高も低いですけど、うん、はい、専用のサスペンションショック、はい、ブッシュなんかも採用されております、うん、出ましたザウバーエンジニアリング、はいはい、こちらのサイドスカートカーボンのものがついております。これ本体はカーボンじゃないですよね。違いますね、はい、この先っぽ このエアロ形状の部分だけカーボン、はい、そしてリアに関してはこの大型のカーボン製オーバーフェンダーがついて、そして後ろのホイールも同じくこちらの単造ホイール、うん、で後ろに関しては295というわけでもうスーパーカーにも届きそうな幅広のタイホイール、はい、そして上に行くと、うん、
カーボンルーフ、はい、というわけで、トータルで100キロぐらい軽量になっているそうです。これすごいよね、100キロの軽量って。じゃあ車重1500キロ台、はい、まあ、スポーツカーに比べると、まあ、そんなに劇的に軽いわけではないですけども、はい、普通のセダンでこの車重って言ったらかなり軽量な部類、うん、そうですね、はい、調べたら M3 よりやっぱり全然軽い。あ、はい、素晴らしいですね。というわけでこんな感じになっていると。そして後ろに関しては専用のトランクスポイラー、はい、これが調整式、うん、ウィングもついております、はい、そして後ろリアのディフューザーも専用のカーボンのものと、あとアクラボのチタンマフラーが、はい、標準装備ということで。さあ続いて内装も見てみたいんですけれども、はい、内装が、GTA と GTAM で違うということで、うん、フロントがまずサベルト製のカーボンフルバケットシート、こちらが2脚になっていると。そして中はこの黒のレザーと赤のこのステッチでまとめられた、非常にちょっと色気もあり、はい、そうですね、イタリア車らしい、らしいですね、インテリアになっていると。そしてこの大型のパドルと、うん、あと各部にあしらわれたこのマットのカーボン、はい、ドアも紐です。あ、いいですね、これがいいですね、はい、というわけでこんな感じでめちゃくちゃレーシーな内装になっていると、はい。そしてですね、ポイントは後ろなんですよね、うん、GTAM になるとまずリアのガラスが、これガラスじゃなくって、うん、樹脂製になるということで、はい、お分かりいただけますでしょうか、はい、でこっちの、はい、これもポリカらしいです。そうですよね、はいはい、というわけでここで、うん、もう30キロから50キロぐらいかな、 GTA より軽くなってると。素晴らしい。そして開けるともっとびっくり、もっとびっくりですね、はい、なんと2名乗車ということで来ました。後ろが、ロールケージに占領されております。はい、というわけでもう全く乗れない、そうですね、状態、はい、で車検証も2名乗車になってるんですよね、うん、そうです、はい、そして消火器が備わってると、はい、もうレーシングカーじゃないですか。本当ですよ、はい、そしてドアも当然もう開くだけなので、はい、ウィンドウの開け閉めもできないですし、うん、ドア張りもこれ多分おそらくドライカーボンだと思うんですけど、はい、ただの蓋になってると、うん、はい、もうちょっとこのドアが開く意味って思ってしまいましたけど、こんな感じのインテリアになっております。はい、はい、続いて排気音聞いてみたいと思います。お願いします。では参りましょう。行きましょう、はい、初試乗です。素晴らしい車ですよ。はい、GTAM を乗る日が来ましたね、うん、やっとですね、はい、どっちかって言ったらやっぱり M の方乗ってみたいなと思ってたんで。あ、そうですね、はいはい、で今回は土方店長ドライブからスタートしまして、うん、僕はちょっとあの助手席で講釈を垂れたいと思います。はい、はい、まあ、結構前回の GTA の時に、うん、東京店の池田君と詳しく、うん、細かくやってたもんね、はい、ご紹介させていただいてるんですけど、はい、これ車2020年に発表されて、うん、創業110年記念で出てきたみたいですね。なるほど、はい、一応記念モデルってことですかね。らしいです、うん、ただ切り的にいいのかどうか、おお、すごい乗り足、はい、ちょっと微妙ですけど多分、うん、今後のその電動化とか、はい、まあ、その辺もあって、まあ、滑り込ませた感じかなっていうのはちょっと感じます。確かにね、それはあるかもしれないですね、はい、あと、中でご紹介しましたフロントスポイラー、はい、2段階で調整できるんですけど、うん、GTM、はい、あれマックスまで出すと、うん、ドラッグ3倍まで、なるほど、素晴らしいですね、クリックアップできるらしいです。ちょっと踏みますか。はい、お願いします。ですね、セダンの加速じゃないですね本当ですね、まあ、スーパーカーとか、はい、EV とか、うん、これより全然、G がかかる加速経験したことあるんで、はい、加速に関してはびっくりすることじゃないですけど、まあ、はい、このなんかジャジャ馬感、そうですね、最近ジャジャ馬の車ってないじゃないですか、うん、久しぶりに感じましたね、はいこれ危ないやつだ、危ないやつですね、はい、
でもなんか受け止め、はい、あの懐深いかもしれないですよ。意外と今リア滑りながらも前にやっぱりちゃんと書いてるんで、FR にしては全然安定してましたね。もともとアルファロメオってその、うん、すごいレース活動とかいうか、はいはい、レーシング直系のメーカーですからね。そうですね。でそのこれの前身になった1965年のジュリアスプリント GTA も、うん、はい、まさにこの軽量化とパワーアップで、うん、もう無敵を誇った列車じゃないですか。はい、で今回のこの GTAM も、うん、あの開発の段階で F1 ドライバーが、はい、参加してて、うん、セッティングだったりにかなり協力してるそうです。うん、なるほど、はい。そしてですね、中でちょっと触れなかったですけど、はい、エンジンの部分、うん、いきたいと思います。はい、でエンジンの方が 2891cc、うん、V6 ツインターボ、はい、当然これクアドリフォリオのエンジンの、そのまま流用なんですけども、はい、パワーアップがされてまして、うん、馬力の方が540馬力おーすごい30馬力アップ、はい、トルクの方が変わらず61キロなんですけど、うん、より低回転でトルクが出るようになってるそうです、はい、で馬力に関しては、まあ、そこ30馬力もと思うか、うん、30馬力だけと思うかは人それぞれだと思うんですけど、はい、まあ、大体車重が100キロぐらい軽くなってるんで、そこですよね、うん、あのウェイトレシオ的に言うと大体60馬力アップしたぐらいの、うん、あの車の変化になってるそうです。うん、ああなるほどね、はい、でこれに組み合わせるミッションの方が ZF 製のハスゴートマン、うんうん、はい、で当然トルクベクタリングだったりとか、うんうんうん、はい、その辺なんかもしっかりついてると、うん、はい、エンジンの方は新設計のコンロットだったり、あと気筒あたりのオイルジェットなんかも追加して、うん、より分回せるようになってるそうです。なるほど、ね、あとオイルクーラーだったり、うん、その辺なんかも新開発のあ、はい、あとターボの回転数の拡大、うん、ECU のリセッティングなんかで、うん、その辺が実現してるっていうことです。まあ、素晴らしいですね。でよく、あのマセラティとか、はい、アルファロメオのこういう過激なモデルって、はい、まあ、フェラーリのエンジン、うん、あとフェラーリがなんか技術的にっていう話がよくあるじゃないですか、はい、でこれに関してはあのマラネの工場では作ってないそうです。あ、ただエンジニアからサポートを受けて組み立てをしてるそうです、はい、あ、そうなんですね。なんで1機ずつもフェラーリのエンジニアリが検定して、うん、まあ、フェラーリに搭載されるエンジンと同じ扱いで、お、はい、この V6 が組み立てられてるそうです。素晴らしいですね、はい、ちなみにですね、はい、あのプロペラシャフトカーボンらしいですよ。やば、はい、というわけで事前情報を入れたところでレビューに戻りたいと思います。はい、はい、助手席の感想からいいですか。はい、どうぞ。めっちゃタイトです。うん、タイトだよね。まずあのこのバケットシート、はい、あの直角じゃないですか。そうですね。でわずかに調整はできるようになってるんですけど、はい、かなりタイトです、うんうん、そしてちょっとコーナーなんで、はい、うん、はい、ちょっと行ってみましょう。うわぁ、わかんないですよ、わかんないですけど、はい、助手席で乗ってる感じ、うん、全然オンザレールではないなっていう、うん、ではないです。自分で実際に本当に車を動かして、はい、車の余計なサポートなく、うわ、あと中で聞いた時に、はい、空ぶかしした時に、ええ、ちょっともっさりしてるかなって思ったんですけど、はい、多分それあれですよね、ギア入ってないから。そうなんですよね、制御でそうなってますよ多分と思います。全然違いますね、外で空ぶかしした音と、はい、走ってる時の音、うん、あとは回転の上がり方、レスポンスが全然違うなっていう印象です、はい、ですね、はい、これいいっすね。いいっすね。これでも今、はい、モードが、はい、これ分かりますか。ダイナミック、ダイナミックにしているので硬くなりましたけど、はい、ノーマル。あ、これマフラーも閉まるのかな、はい、閉まる。急に静かになった。あ、そうでもないか。あ、そうでもないですね、はい、あ、うん、でも足のいなし方は全然違う、ね、全然違います。これこっちは、はい、変わるかな。あ、これ結構変わるな。ハンドル握ってると変わります。あ、違います、違います。助手席で分かるぐらい、はい、ああ全然全然高速のつなぎ目が、はいはい、マイルドになったっす。穏やかになっちゃいましたね、はい、こんな違うんだ。これシートの角度をちょっとこう、まあ、ちょっと寝かせたいですよね。そうですね。そうすればなんか普通に乗れちゃう、乗れちゃうって言い方変ですけど、好きな方だったら苦にならないレベルですかね。あのスポーツカーとか
固めの車高調とか慣れてる方だったら。あといろんなレビューに書いてあったんですけど、パドルがでかすぎて、はい、あのレバー類が操作しづらいっていう、はいはい、しづらいです。ウインカー出しづらいですワイパーもさっき気になりました。はい、はい、というわけです、うん、でこちらの車は、はい、地デジが後付けされてるんですかね。そうです、はい、というわけでこんな感じで、うん、はい、中がだからもっとスパルタンでも良かったんじゃないかなって勝手に、うん、本当ですか。M3 の CSL みたいに、あもうセンターコンソール、はい、ターボみたいな、はいはい、確かにね、それはあるかもしれないです。ただなんかどうなんだろう、なんか今乗っててすごく快適に感じちゃうんですよ。あそれレビューでも書いてあるとこ結構多かったです。あそうですか、はい、乗り心地が良くて意外に快適だって。なんかなんだろう、僕素人なんであれですけど、おそらくあのホイール相当軽いと思うんですけど、このホイール。あー、なるほど。なんかバネ下でバタバタしてる感じがないですね。20インチなのにもかかわらずですね。でポルシェとか、はい、BM の M モデルも共通してますけど、ボディ硬いんで、硬くしてるので、これ相当足がよく動くんだろうなっていう感じはします。やっぱり周回路をサーキット持ってってなんぼの車ですね。ああ、やっぱりそうですよね。うん、そんな感じがすごくします、はい、だってこれのベースになってるクアドリフォリオは、うん、当時ニュール最速ですよ、セダン。そうっすよね、2016年。すごい、それすごいですよね。7分半で回ってくるらしいですよ。すごいすごい。だハイパワーっていうか、そのなんかちょっと狂ったセダンってもうドイツの独壇場なイメージあったじゃないですか。はい、けども全然これ戦えるというか、そうですね、むしろ凌駕してると言っても過言でない。はい、この500馬力のエンジンを積んで、うん、こんだけ軽量で、うん、これだけスパルタンで、うん、けどこうステアリングだったりダッシュボードはこう視界に入るところは割とこう、うん、なんですか、ラグジュアリーな感じ。そうですね、はい、でも振り返ると、はい、このフルバケとロールケージと、はい、ロールケージに至ったらトランクまで貫通しますからね。そうなんですよ、貫通してるんで完全に後ろの剛性も相当上がってると思うんですよね。いや上がってますね。だから箱も箱というかその、はい、ボックスのところのよじれを徹底的に削減したいっていう、もう本当サーキットっていうかレースで培ったノウハウがしっかり持ってるメーカーらしいですよね。もう割り切ってますからね。さっきほら土言ってましたけど、なんだったらリアドア開かなくてもいいんじゃないのと思いますね。確かに確かに、ドアが開く意味って、うわー、そう。あと、うん、タイヤが今回、はい、その交換してあるからなのか、うん、いわゆるその、うん、レーシング直系のもうこれサーキット走る車じゃないですかっていう音がしないんですよ、はい、あ確かにロードノイズがそう極めて静かですだ消音材とかもう省かれてるはずだから、はい、本当はもっとタイヤが転がる音とか、そうですね、石跳ねる音とか、うん、マフラーの音とか入ってくるはずなんですけど、確かにそんなに入ってこないですよね。静かですね。普通の車です。まあ、本当にだから車外マフラーと後部座席外した音っすよね、うん、そうですね。本当にそんなにやかましい感じもしないし、乗ってられないっていう雰囲気もないですね。あーでもこうロール感すごいいいですねこれね。うわー、あ、いえ、いえ、これセダンでこれはだいぶいいっすね。いいっすね、走ってるとステアリングがすごく軽いんですよ、はい、だからインフォメーション薄いのかなと思ったら意外とちゃんとしてます。へえ、はい、これ面白いっす。ちょっと思ってたとこと違うところあり、うん、思ってた以上のところあり、はい、はい、そうですね。僕ちょっとだけバカにしてました石川さん、ドイツ車市場主義ですか。そうでもないですけど、そうですか、車種によってなんで、はい、なんとなくその語弊を恐れずに言うと155って DTM のインパクトがすごくて、で156になってともに GTA という冠の名前がついた車が出てたじゃないですか、はい、なんかそのイメージがずっとあって、とはいえ市販車でしょみたいな感じがずっとあって、あとほら、まあ、当時はねセレスピードとかがあまりこう賢くなかったっていうのもあったんですけど、いや
本当失礼しました。だからそのストリートに軸足を置いてるかサーキットに軸足を置いてるかでだいぶ違いますよね。いやと思いますね、はい、とはいえこの車でこうやって普通に一般道を走っててさっきの下道走ってる時硬いのかなみたいな感じがあったじゃないですか、はい、でも意外とこうなんていうのかな足がこうついてくるからやっぱりボディが硬いからでしょうね、うん、ちゃんと足が動くっていうレートは高いですけどあとホイールの軽さこれ多分土後で乗れば分かりますけどハンドルとか変なインフォメーションじゃなくてしっかりとこう伝わってきますドライバーに、はい、ではドライバーチェンジしてお届けしたいと思います、はい、あこういう感じですねこういう感じですねあやっぱりステアリングちょっと独特っすよ、うんうん、あ本当、はいうん、なんだろう なんか不思議な感じしますそうですか、うん、へえ。なんか多分ですけど、うん、ドイツ車だったら軽くというか、うん、切り応えがあるようにすると思うんですよねあなるほどだちょっと思ってたより軽いはい、はい、あとこう切りましてってもう重くならないはい、はい、こう普通切りましていくとだんだんちょっとこう重くなるじゃないですかはい、はい、ないけどすごい戻ってくる感覚、うん、と不思議な感覚しますうん、はいあカーボンセラミックはこれちょっと注意が必要ですね、はい、めちゃくちゃ効くんですけど、はい、あのなんだろう動力が普通の、うん、あのスチールのブレーキみたいに、うんはい、あのパッドが触ったらググって感じじゃなくって、はいはい、踏み込んでグググって感じですそうですね、はい、そしてあとシートやっぱり高いんだね、うん、ちょっともうちょっと下げたいですよ ね調整は一応できるですよね一応できます3段階2段階3段階、うん、下げてもう少しリクライニングさせてそうですねはい、はいちょっとこう前かがみで運転してる感じが、うん、です、はい、あえめっちゃ乗り心地いいんですけどなんかでしょ、はいうん、だからそんなガチガチじゃないんですよ、はい、それでは入ります、はいうん、これ大丈夫ですよねなんかめっちゃ心配なんですけど大丈夫だよ、はい、どちらかっちゃわないか、うん、いきますよはいさっき言った意味わかるでしょ。なんか前に行こうとするでしょ。わかります。うんうん、はい。本当にだから、うん、破綻してから、うん、ちゃんともうしょうがねえなっていう感じで車が元に戻してこう走らせてくれる感じ。そうそうそうはい。はい、だからこれ切ったらとんでもない動きしますよね。いやもうダメです。扱えないですね。はい。はいはい、簡単にはいかないです。なんかプロドライバーがなんかレビューで書いてあったんですけど、うん、はい。クワドリフォリオですらもうびっくりするぐらいオーバーステアって書いてありました。うん、へえ。ワクワクする。いや本当にちょっとこれ乗り心地の良さびっくりしたな。いいでしょ。はい、あ。うんあ。タイヤがめちゃくちゃいい。うん。だからこれタイヤ元に戻しても乗ってみたいですよね。うん、ああ乗ってみたいね。カップ2で。はい。相当な感じはしちゃいますけどあととにかく自分で操作してる感がありますねうんそうです車が本当に細かく自分にこうインフォメーションを戻してくる感じ、うん、すごく入ってくるでしょ入ってきます、うん、入ってきますそうなんですよこれハンドル握らないと分かんないんですけどそうですね、はい、ものすごくよくできてるなと思いますこれすげえな、うん、だから楽かって言ったら、うん多分楽ではない気がするっす、はいはい、で本当にだから集中しないといけないというか、うんはい、本当に車の状態を感じながら走る感じ、うん、もう何にも考えずにこう走れる感じじゃないですよねそうですね、うん、あとはいえ難しさを感じないよねそうですねそうですね、うん、ちゃんと車に任せっきりで走るっていうよりかは、うん、ちゃんと自分で確認しながら走る感じがそうですねすごくあ、これもう D になってんすか今ダイナミックでしたねえ、じゃあもっと柔らかくなるもっと柔らかくなりますよハンドル握ってるとすごいわかる本当だ全然普通の GT カーというかそうっすねはいそんな感じですよねスポーティーな車みたいなそうっすねそうっすねだから意外と乗ってみたくなるもっとスパルタンなの想像してたっすあ僕もそう思いましたはい、はい、もうベースがね、はい、ベースの時点で相当硬くて、はいっていうイメージがあったんですけどでこのなりじゃないですかはいあとこのパドルシフトは大きいから邪魔というよりももっと内側に入ってていいですうんうんうん、はい、確かになんでそう奥なんか指が途中で突っかえちゃうというかこう確かに握りづらいです、はい、色気です、うん、
あ、全然違うっすね、うん、だ言ったらもうこのなりでセンターロックで、うん、もうこのエアロでなんで、車的にはなんか GT3RS みたいなのを想像してたんですよ。そうですね、もう走らせたらもうパチパチ音がうるさくって、はい、はい、おーみたいな、うん、はい、そ全然全然めちゃくちゃ上質、うん、びっくりしたね。だってリアドアの内張りとか見たって消音効果全くないなさそうでしょ。 そうですね、それを考えてこれだけ静かに、ああ静かというかあのうるさくないっていうのは相当優秀ですよ。ちょっとやっぱり D ぐらいでいいですよね。うん、ああ D にするとやっぱりちょっと硬いというか、そうですね、しっかり感が出るんですけど、はい、これだって最高速300キロ以上ですよ。そうですよね、ああセダンでこれだけ大きい針につけててダウンフォースも効かせて300キロ出すってすごいよね。なんか300キロ出すにはリアのウィングの調整が必要らしいですけど、立ってるとダメみたいです、ね、やっぱり、はい、うん、すごいな、まあ、びっくりしたこれ、うん、いやマジでこれ GT っすね。はい GT です、はあ、だレーシングというより GT なんですよね、やっぱりどこまで行ってもなんかそんな感じはしますけどね、うん、速度高めでコーナー入っていくとやっぱり、はい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 、そうですね、はい、あ違うなっていうのが分かります。なんかバネ下バタバタしてる感じしないでしょ。しないしないしないです。収まりいいし、なんかでも俺車の動きやばいっす、うん、はい、ブレーキカーボンっていうのも相当軽量化に貢献してると思うんで、カーボンブレーキが、はい、うん、全然違うと思う。その辺も含めて確かにブレーキ軽くなるのが結構メリットですからね。そうですね、カーボンの時は、はい、土方さんこれやばい、やばいでしょ、これはちょっとなかったな今まで、うん、なんかちょっとしばらく乗っててみたいよね。そうですね、なんかどんな感じなのかもうちょっと 2,3 時間乗ってたいです。いやこの間M4CSL 乗せてもらって、うん、もうあれはもう本当にレーシング、うん、はい、もうハンドル握った瞬間からもうアドレナリン出る感じ、うんうんうん、走らせたらもっと興奮しちゃう感じ、うん、これなんかこう乗るとちょっと拍子抜けするんですけど、ところどころなんかちょっとやばいの片鱗がね、片鱗が垣間見えるんですよね。そうだ、さっきのアクセルグッて踏んだ時とか、うん、このコーナーとかでハンドルを一定角以上切った時とか、うん、はい、おやおやおやっていう、うん、けどこう普通にプーって流してる時は全然そんなの感じさせないんですよ。そうですね、普通に乗ろうと思ったら普通に乗れちゃう、うん、けどだってひとたびこう車の動きをこう、うん、急に変えようと思ったら全部ついてくるんですよ。そう全部ついてくるこの動きができる車ないですよね。ちょっと多分だからこれエルクテストってあのなんかこう急ハンドルのテストあるじゃないですか、うん、はい、ありますね。あれ多分エグい動きすると思いますよ。あ、そうでしょうね、ちゃんとついてくる車、うん、ワンテンポ遅れるとかないですもんね。ないですね、はい、これだからちょっと乗ってみたいですね本当にね。時間ちょっと乗ってみたい、うん、あとそうだ、最後にこれは外せない話題をちょっと触れておきたいと思うんですけど、アルファロメオってやっぱりちょっとこう心配される方も多いじゃないですか。どうなの、うん、クオリティ故障しないの、うんうん、はい、そこはやっぱり触れずにはいられないかなと、うんうんうん、で最近ですね、身近にちょっとアルファロメオを内通者がいまして、うん、土方さん知ってます？知ってません知ってるじゃないですか。はい、知ってますね、はい、ちょっとアルファロメオに詳しい方がいらっしゃいまして、うん、はい、その人に聞いたんですけど、うん、ジュリアどうですかって、おしたら、結構つまんない故障というか、はい、はありました。聞いたらなんか伝送品が結構弱い、でなんかアースポイント不良で、はい、いろんなところに障害が出るっていうのが何件か、はい、聞いたそうです。あ、なんかエンジンルームのアースポイントが、はい、なんかその日本とイタリアでその気候の違いなのか、うん、ちょっとそのアース不良になっちゃう個体がたまにあるらしいんですよね、うん、でそういうのはだいたいアースポイント磨いてあげて付け直すとだいたいその伝送の不良が治るそうです、うん、ひどいとなんかそのもう
電源が入んなくなっちゃう、うんうん、あとなんかコンピューターの制御に悪影響を与えて、うん、なんかそのシリンダー休止入ってるじゃないですか、はい、それが休止しっぱなしになっちゃったりとか、うん、おっと、はい、なんかいろんなエコにも程がありますねいろんな障害が出るらしいです。あ、そうなんですか。ただでも本当にそれぐらいって言ってましたよ。これ僕その経験値で言うんですけど、まあ、少ないながらアルファロメインを扱ってるじゃないですか。昔から同じです。接点がダメとか、アースポイントがダメとか昔から多いですね。はい、まあ、あとそのプラスチックの質がとかゴムの質がとかっていうのも、まあ、ちょいちょいあるらしいですけど、うんうんうん、あのメカニカルなどうしようもない故障っていうのはもうあんまり聞かないって言ってましたよ。エンジンの中がなんかダメになっちゃったとか、はいはい、ミッションの中がダメになっちゃったとかっていうのはあんまり聞かないって、うんうんうん、ただその制御の関係でそのシフトチェンジしなくなっちゃったとかっていうのは、うん、やっぱりその伝送品のトラブル の, その影響であるケースがあるって、うん、いやだからこの本当にあの何ですか内容だったら、うん、もうアルカンターラの全省略ステアリング、うん、でカーボンセンターコンソールでいいなと思ったんですけど、うん、乗ってやっと意味が分かりました。はい、はい、じゃあ最後になりますけれども、はい、いかがでしたか土方さん。想像以上のスパルタン、しかし街乗りもできる、パーフェクトでした、まあ、街乗りギリできるっていう、ね、ギリできる人によってですけどね。でもよくできてる車ですよ。確かに、うん、で最近こういうなんか濃い車、うん、少なくなってきてるじゃないですか、はい、癖が強い。初めて欧州車に乗る方にはちょっとハードル高い、ハードル高いかなと思いますけど、うんうんですね、まあ、いろんな欧州車に乗られた方、特にドイツ車に、はい、あの飽きた方なんかにはもうもってこいの車じゃないかと思います。最高ですね。気になる方はぜひお問い合わせください、はい、というわけで今回はアルファロメオジュリア GTAM をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。